しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。ったく、時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。行かれますか。それでは出発いたします。には聞いてましたけど、創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ。ああ、さっきからずっとその敷地は知ってる。あるとこにはあるんですね。すでにこれだけ立派なのに、例の新薬でさらに予算強化ですよ。どうです、前と変わりないですか。ああ、ちょっと待ってくださいよ、八神さん。緊張してんだ。お前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。
八神さん、もう置いてかないでくださいよ。どうかしました？いや、3年前と変わってなくてね。はい？ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう。あそこに受付がある。お約束でしょうか？いえ、源田法律事務所の星野と言います。こちらは同じく八神。昨日、神室町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は？新谷といううちの弁護士が事件の被害者でした。え？彼は亡くなる前、こちらへ電話していたようなんです。その相手がどなただったか調べていただけませんか？申し訳ございません。そういった個人情報にはお答えいたしかねます。ならセンター長の木戸さんと話せますか？以前お会いしたことがあります。弁護士の八神といえばわかるかと。あ、八神さん、あれ木戸さんですよね？いい加減、あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。いや、センター長、ごもっともなんですが、どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで。ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。あの大久保って男、まだ犯行認めてないの？いや、往生際の悪いやつで。だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ？ならパッパと裁判やっちゃってよ。ったく、出入り業者のおかげでほんといい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。あのセンター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえればこっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは彼女が案内する。寺沢君、こちらは弁護士の新谷先生と。八神です。寺沢です。よろしくお願いします。じゃあ私はこれで。ありがとうございました、センター長。わざわざ申し訳ありませんでした。それでは枠さんの病室からでいいですか？枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は寺沢さんね。若いな。下の名前は？あの、私も忙しいので。ああ、行きましょう、新谷先生。なんか不愛想な子だな。俺らは歓迎される立場じゃないってことです。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ、たまにはチヤホヤされてえな。
少し歩きます。この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。こちらが枠さんの病室でした。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ八神。亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。ただ認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。個室、被害者が亡くなってから他の人は誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ、殺害されて運び出された。私には分かりませんけど、多分。出したってことはないな。が見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのすぐかどうかは。廊下はよく人が歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのかな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう、十分だ。そうですね。病室の様子、廊下からもある程度わかるか。新谷先生、
ちょっとベッドに寝てみてくれます？おう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし寺沢ちゃんも一緒に横になってみよっか。冗談だよ。寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみりゃ、その可能性は相当低い。一度事件を振り返ってみるか。ここで一旦事件を整理してみます。おう、望むところだ。よし、いいか、被害者はこの病室の入院患者だった枠浩一、66歳。事件当日の朝8時半、ナースたちが枠の不在に気づいた。枠は認知症患者で、はじめは院内のどこかを徘徊しているものと思われていた。しかし見つからず、夕方には捜索願いが出されている。ええ、認知症患者が人目にも触れず一人で外へ出たとは考えにくい。そのため警察は枠が何者かに連れ去られた可能性に注目。センターに出入りする車両を全てチェックし、浮かび上がってきたのが出入りの理念業者、大久保新平だった。その後大久保は枠の遺体を山に埋めたと、その場所を自供。被害者が病室から消えて3ヶ月後、ようやく奥多摩山中で腐敗した遺体として発見された。死因はおそらく窒息死、ただし詳しくは特定不能だ。ここまでで何かご意見は？八神先生。ありますね、大事な情報が抜けてます。なんだよ。大久保君は殺しについては無実を主張、認めたのはあくまで死体を山に捨てたことだけです。ああ、大事なことといえば、奴が障害の前科持ちってのもポイントだな。恋人を殴って指の骨を折った。それは6年も前の事件です。酔って気が大きくなってたし、まだ10代のガキだった。ガキなら女を殴ってもいいのか？いえ法律が許しても俺が許しませんね。だろ。ただそれで大久保君が今回も有罪っていうのは乱暴すぎます。事件当日のことを大久保はこう言ってる。病棟からシーツを回収してセンターを出たのが午前10時。その時いつの間にかトラックの荷台に被害者の死体が紛れ込んでいた。誰がそんな言い訳信じんだ？だからまず弁護人が信じなきゃ。あのな、この後また大久保と接見だろう。そこで無罪は無理だってはっきり言ってやった方がいいぞ。もうここはいいですか？次は大久保のトラックが止まってた駐車場を頼むよ、寺沢ちゃん。資材の搬入口だっけ？事件に絡んでいる場所はあとそこだけだ。搬入口の駐車場は地下になります。どうぞ。ついてこい。
八神、お前張り切りすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っつうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。なんか人聞き悪いっすよ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。はあ、普通の地下駐車場だな。ここ病棟の被害者をトラックへ乗せるとしたら必ず通りますね。そうですね。おう八神、これ見ろ。リネン業者がシーツを回収するときはこのランドリーカートが使われる。大久保は事件当日もこいつで病室を回ってた。でこの中になら被害者の死体を隠して運び出すことができる。確かに。事件の日、大久保君のトラックが止まってた場所は？トラックはこの駐車場でエレベーター側に尻を向けてた。そいつを再現したのがこれだ。なるほど。車両は2トントラック。その荷台から被害者の体液が検出されている。つまり遺体がそこにあったって証拠だ。そいつを突きつけられて大久保は死体の遺棄を認めた。あの、最後に被害者が目撃された時間は？朝8時よりは少し前だったはずです。ああ、7時50分だ。創薬センターの研究員が証言してる。ベッドに寝てたじいさんを見たってな。なるほど。その目撃者から話は聞けますか？いや、アポ入れたが断られた。これ以上研究の邪魔してくれるなとさ。いや、そこをなんとかってわけには。あのな、弁護士が証人に面会の強要はできねえんだよ。下手すりゃ証人威迫罪だ。諦めろ。わかりましたよ。じゃあ7時50分に被害者は間違いなく目撃されていたと。8時が朝食の時間で、自力で立てる患者さんはデイルームに集まってくるんです。でも枠さんはその日8時半になっても来ませんでした。みんなすぐに見つかると思ってたが、実はもうじいさんはフロアのどこにもいなかった。ええ。いいか、じゃあここでまた一旦事件を整理するぞ。病室からじいさんが連れ出された時刻は、最後に目撃された7時50分から周囲が騒ぎ出した8時半までの40分に限定される。その時に大久保は何らかの手段で被害者を窒息死させると、その遺体をランドリーカートへ隠した。誰もシーツに紛れて死体が隠されているとは思わない。そしてこの作業ができたのはランドリーカートを押していた大久保だけだ。事実、そのトラックからは被害者の体液が検出された。大久保は警察の取り調べで奥多摩に埋めた遺体のありかを自供。事件発生からおよそ3ヶ月後に枠老人が死体で発見された。なあ、もう十分だろ八神。お前が入れ込んでるのは分かってるがよ、まず無罪は諦めろ。話になんねえ。大久保君がやってないと言ってるのに。俺はとことん付き合うって彼に約束したんです。知らねえよ、勝手な約束してんじゃねえ。なら俺一人でもやります。新谷先生に迷惑はかけません。俺がよくても源田先生の名前に傷がつくだろうが。だから依頼人が無実を訴えてるんです。
だったらやるしかない。俺は先にロビー戻ってるぞ。よかったらもう一度さっきの病室見てから戻りますか？いいんですか？あ、助かります。これでもう終わりですか？いえ、まだもう少し。被害者は事件当日の朝までここにいて消えた。窓ははめ殺し。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。これでもう終わりですか？ええ、もう一通り調べたと思います。まだ何か？大久保さんはどのくらいの罪になるんですか？え？もし有罪になったら。10年とか、もしかしたらもっと。正確な予想はつきません。じゃあもし罪を認めたら大久保さんの刑期は短くて済む？裁判長の心証は良くなります。無罪と言い張るよりは。それでも矢上さんは無罪を主張するんですか？負けて一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負け越してるかな。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。寺澤さん、もしかして大久保君と親しい？話をしたことはあります。もちろん私もこのフロアのナースですから。じゃああなたから見て大久保君はどんな人？ごめんなさい、センター長からは余計なこと言うなって。待った。もし事件のことで何かあれば連絡を。俺は大久保君のために全力で弁護します。でも勝つためにはもっと大勢の力が必要なんです。多分寺澤さんの力も。さっき創薬センター見てきたよ。現場をこの目で確かめようと思ってね。それでどうでした？無罪を狙うなら絶望的だよ。おい、矢上先生もそう思ってるんですか？俺は大久保君が無罪って言うんならとことん付き合う。それで俺が失うもんは何もないんだ。俺はやってませんよ。真犯人にはめられたんです。事件のあった日、君は創薬センター付属の入院病棟にいた。そして午前8時頃から B
病室のシーツを回収して回っていた。ええ、それは間違いないです。で、その時枠さんの鼻と口を塞いで殺し、ランドリーカートに隠して運び出した。違います。俺が枠さんの部屋に行った時はもう誰もいなかった。俺はあの日一度も枠さんを見てません。分かった。シーツを回収し終えた朝10時頃、君は病院を出る間際、自分のトラックの荷台に被害者の死体が積まれていたことに気づいた。それは事実です。そして警察に通報するか迷った末に、君は死体を隠すという選択をしてしまった。障害の前科があるから警察は俺を疑うに決まってました。だから。それに枠のじいさんとは前にトラブルがあったんだって？え？トラブルって急に何の話です？事件の3日前、大久保君はじいさんから財布を盗んだと言って殴られてる。創薬センターで聞き込んできたよ。いつそんな話を？お前が寺沢ちゃんと2人でいた時にな。これでもちゃんと仕事してたんだよ、俺は。それより大久保君、本当に枠さんの財布を？違うんだよ。物取られ妄想って言うんだよな。認知症の症状で大事なものを盗まれたと思い込んじゃ周りを責めるらしい。はん、手間かかって大変だよな。身に覚えもないのにいきなり泥棒呼ばわりだ。ショックだったろ。で、君はじいさんに殴られて危うく殴り返すとこだった。でも殴らなかった。だから後日殺したんだろう。俺はそんなことで人を殺したりしません。俺も無邪気にそう信じられたらいいんだけどな。大久保君、女を殴った前があるし。どこかに真犯人がいるんですよ。そいつが俺をはめたんです。俺じゃない、犯人は別にいるんだよ。そいつはどっかで俺らを見て笑ってるんだ。落ち着け。八神先生は俺が無実だって信じてくれますか？信じてるよ。じゃあ次からは一人で来てください。安心しろ、邪魔者はもう来ねえよ。あとは八神先生に任せた。なあ、寺沢さんってナース知ってるの？結構可愛い子。大久保君を心配してたよ。無罪になったら脈があるかもな。そうですか、失礼します。新谷のやつ、やっぱり放り出しやがったか。あいつは粘りがなくていけねえよ。けどこれでもう俺の案件です。一人でやりますよ。そうか。八神さん。ん？最近真冬と会ってないんですか？え？なんで急に？あの子は男の人に免疫がありません。八神さんがリードするべきです。なんだそれ。
沙織君の幼なじみか。新谷が悔しがってたぜ。あんな美人の友達がいるならもっと沙織君に優しくしときゃよかったってよ。俺らまだ付き合ってるわけじゃ。まだと言いましたね。つまりその気はあると。だとしてもそっとしておいてくれる？真冬くんは検事なんだろう。弁護士と付き合うとかありなのか。だからほっとけって。まずは大久保新平の件か。無罪を主張する方針で行くんだな。そのつもりです。かつ目処はついてんのか。なんか突破口はあるんだろう。まあ一つだけ掘り下げたいと思ってる証拠があります。おお、そりゃなんだ。これです。被害者が入院していた個室なんですが、この場所で目撃されたのを最後に被害者は姿を消しました。その時目撃者は病院のドア越しにこんなアングルで枠さんを見たはずなんです。でもこれだと手前の棚で見通しが悪い。ああ、要するにベッドに寝ていたのが本当に本人だったかは反論の余地があります。布団の中に人がいるように見えただけだったとか、または犯人がそう見せかけたとか。だとしたら裁判にどう響く？まず8時の時点で被害者が生きていたという前提がなくなります。すると犯行可能だった時間帯が大幅に広がる。弁護側としては大久保以外の人間でも被害者を病室から連れ出せたと主張できます。なるほど、悪くねえな。おい、お前なんだ。今の新谷の声だよな。多分。逃げるんだ。うわあ、今のやつがうちを盗み聞きしてて。盗み聞き？で、いきなりスタンガン押し付けてきやがってよ。おい、待て。あんた寺澤さんだろ。違うか。離して。
こんな人前で堂々と痴漢かよ、クズ野郎。てめえをおもちゃにしてやんぞ、おら。弁護士さんって案外強いんですね。別に俺から逃げることなかったろう。用があって来てくれたんじゃないのか。八神さんと話したいことがあって、でもあそこでまた悩んでたの。そしたらあのセクハラ弁護士が大声出すから、つい。だからっていきなりスタンガンかよ。まあ、あの人だったから別にいいけど。話すだけなら悩む必要なんてないんだよ。どんな内容でも秘密にしたければ黙ってる。安心しな。弁護士の守秘義務ってやつだ。枠さんを最後に見た目撃者がいますよね。病室で寝ているのを見たって。ああ、その証言をするの庄野さんっていう人なんです。先端創薬開発センターの科学者で、センター長の右腕。この人が庄野。ええ、真面目な人だからナースからも信頼されてて、でも証言する内容を聞いたらちょっと引っかかることがあった。どういうこと？庄野さんが本当に枠さんを見たのか、なんか怪しいっていうか、嘘をついてるってことじゃないの、ただちょっと勘違いしてるんじゃないかなって。他のナースも多分みんなそう思ってると。そんな話今まで全然出てなかったな。だって研究棟の先生にケチつけることになるでしょ。ナースの立場じゃやっぱり言いづらいと思う。おまけに裁判で証言なんてことになったら。寺澤さんも証言まではできない。ううん、私はもともと職場でちょっと浮いてる方だし。それに、ん？大久保さんは無実だと思うから。へえ、そっか。やっと俺にも味方ができた。私は先端創薬開発センターの研究員です。センター付属の入院棟では様々な新薬の臨床試験が行われてまして、それで事件の日もいつも通り患者さんたちの様子を見に行ってました。
それは何時頃でしたか？7時50分頃です。確かですか？患者さんたちの朝食はいつも8時と決められてます。ですからあの日だけでなく、私はいつもその時間に入院フロアのデイルームへ行くんです。デイルームというのは？ええ、自力で立てる患者さんは各自の病室ではなく、そのデイルームで朝食をとります。そして私はナースが食事を介助する脇で患者さんたちから体調や薬の感想を聞き取るんです。庄野さんはそこへ向かう途中、被害者の病室を通りかかったわけですね。はい。その時に枠さんの姿を目撃された。はい。どのような状況で枠さんを見られたんでしょうか？病室のドアには窓がついていて、廊下からも覗くことができます。こちらが病室の様子ですね。そうです。私は廊下にいて、その窓越しに枠さんを見ました。枠さんは布団をかけた状態でベッドで眠っていらっしゃいました。その時刻がだいたい7時50分頃です。以上です。八神先生、今更だけど、なんであの子が証人に？向こうから申し出てきたんだけど、なんかまずいのか？いや、別に。寺澤さん、先ほどの庄野さんの証言は聞かれてましたよね？はい。聞いていてどう思われました？科学者として正確な言い方をしてないと思いました。そして医者としても患者に向き合っていなさすぎると思います。もう少し具体的にお願いできますか？庄野さんは枠さんが病室で寝ていたと言っていました。でも廊下の外からそれを確認することはできなかったはずです。今の寺澤さんの証言を示す証拠があります。こちらをご覧ください。被害者の病室をドア外から撮影した写真です。つまり庄野さんが枠さんを目撃した時もこんな風に見えたはずです。庄野さんが被害者の枠さんを見たという証言は嘘でした。何？なぜなら庄野さんが見たものは枠さんであるとは限りません。単に布団の膨らみを見ただけの可能性がある。にもかかわらず枠さんが寝ていたとの証言は明らかに誇張しすぎです。そうでしょうか。常識的に考えれば枠さんが寝ているとしか。私たちナースは患者さんの状況を見る際には必ず入室します。枠さんのこの病室の場合、廊下から室内を覗き込んだだけでは何も分かりません。以前布団の膨らみを見て患者さんがベッドにいると思い込んでいると、デイルームでお食事中だったということも実際に何度かありました。その時は布団の中に枕が入り込んで人がいるように見えてしまってたんです。ここは大事なところです。検察は被害者が病室から運び出された時間を庄野さんの証言により7時50分頃から8時半までとしています。そしてその間、枠さんの遺体を隠して運べたのはランドリーカートを押していた被告人しかいなかったと。しかし庄野さんの証言が正確でないなら、例えば犯人は前日の夜
人目につかない時間に枠さんを連れ出すこともできます。そしてその後隙を伺って被告人のトラックにその遺体を隠すということも。つまり今回の犯行が被告人以外にも十分可能だったということになり、検察の主張は根本から覆ります。裁判長、この新たな証言を踏まえ、検察側証人の庄野氏に対して再度尋問させてください。庄野さん。はい。単刀直入に伺います。あなたは事件当日の朝、枠さんの病室の中に何をご覧になりましたか？ベッドで眠っている枠さんだったと思います。はっきりと枠さんの顔を見ましたか？よく覚えてません。ではベッドにいたのは別人だった可能性があります。もしくはただ単に布団が膨らんで見えていただけで誰もいなかったのかも。そうではありませんか？異議あり。弁護人の意見を押し付ける質問です。弁護人は質問を変えていただけますか？あなたが見たのは枠さんだったと間違いなく言い切れますか？言い切れないかもしれません。尋問は以上ですが、ここで一つ検察に申し上げます。は？被告人は犯行がわずかな時間帯に行われたという前提のもと、ただ一人の被疑者として起訴されました。しかし正確性に欠ける目撃証言が崩れた今、犯行は被告人以外の人物にも十分可能だったと考えられます。そこで検察は控訴取り消しはお考えになりませんか？もうこの裁判自体が時間の無駄にもなりかねませんので。検察は目撃証言が崩れたとは認識しておりません。些細な点で記憶が曖昧だとしても、証人が被害者を目撃したことは間違いありません。それでは正確性に欠けると思いませんか？前途ある若者を殺人という罪で裁くこの場で、庄野氏の証言は完全に信頼できると言えますか？庄野氏は誠実な科学者です。幼い頃に認知症のおばあ様の姿を見て育ち、その特効薬を作ろうと苦学の末に先端創薬開発センターで指折りの科学者にまでなった。日夜研究し、そして患者をいたわる気持ちから日々巡回していたことで今回の目撃証言につながったんです。その証言を完全に信頼できるかと聞かれれば、間違いないと答えるほかありません。すると検察はこれまでもこれからも庄野さんが言うことなら何でも頭ごなしに信じると、そういうわけですか？証人の肩書きを信頼しすぎて証言への裏付けが不十分だったのではありませんか？証人の肩書きに左右されることはありません。検察は DV の前科を持つ被告人の証言にさえ聞く耳を持っています。6年前、被告人の当時の恋人は指を骨折させられ、今も後遺症が残っています。原因は飲酒と些細な日常生活での行き違いでした。一方、今回被告人は事件のあった数日前に被害者の枠さんから財布を盗んだと疑われ、顔をはたかれています。このことは異常者といえるほど激しやすい被告人が犯行に至った動機として十分に考えられ、どうされました？退廷しないのであればお座りください。
沢さん。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。勝手な発言は控えてください。枠さんに殴られたことも認知症の症状の一つと理解してました。だから恨みなんてしない。それが殺人の理由なんて考えられない。寺沢さん、もういい。大久保さんにだっていいところはいっぱいあります。今すぐ退廷を命じます。確かに愛想はいい方じゃないけど仕事熱心だし約束は絶対に守るし、大久保さんは万が一自分が有罪になったら私に迷惑がかかるから、だから私に証言はするなって。だから弁護士にさえ私たちが付き合っていること絶対に言うなって。自分が刑務所に行くかもしれないのに私の将来を一番に考えてくれる人なんです。そういう人なんです。そんな大久保さんを異常者と呼ぶ検事が本当に聞く耳を持っているんですか？それからも審理は続いたが、彼女の捨て台詞が判決の行方を決定づけたように思う。大久保新平は無罪とされた。しかしそれからわずか一月後、その大久保の手によって寺沢恵美は無残な姿に変わり果てた。どうも。どうしました？いえ、何でもありませんよ、事務次官。しかし3年ぶりにお会いします、木戸さん。今もセンター長でいらしたんですね。確かに見覚えがあるな。でも前より随分やさぐれたか。今は神室町で探偵をやってます、八神です。腹が立つよ。あの時は君のせいでミスミス寺沢君を。そうだろう、ショーノ。誰にも止められなかったんです。私がもっとしっかり証言できていればよかった。ショーノさんでしたか。それで今日はここで何を？ある殺人事件の調査をしてます。ぜひご協力いただけませんか？昔のよしみで。ああ、そういうことか。分かった、ご苦労さん。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は庄野だ。さっきのあの庄野さんですか？まあ結局何の用だったかは分からずじまいだがね。電話があった時庄野は席を外していたし、その新谷さんも伝言は残さなかった。でも何か心当たりは？さあ、庄野は新谷さんと面識がないと言っている。だから電話が来た理由もわからんと。本当に？はあ、私も庄野もアドデック9の論文著者だよ。これでも随分名が知られるようになってね。赤の他人が友人や親戚と名乗って連絡よこすこともある。新谷さんもそういう手合いじゃなかったのかね。新谷を殺害した犯人は神室町でモグラと呼ばれてます。これまでに他にも3件、
ヤクザの目をえぐって殺してる。その事件はご存知ですか？ニュースくらいは。モグラがこちらのセンターと関係してそうなことは？は？思い当たることは何もないね。そろそろいいだろう。もう協力できることはないよ。あの、お待ちください。困ります。あなた方は？黒岩と言います。カムロ署組織犯罪対策課。こちらへある事件の重要参考人がお邪魔してること。お前のことだぞ、八神。ん？新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。なんだと？モグラの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から八神を破滅させた3年前の事件がよみがえる。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、八神の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。八神さん、どうします？お断りします。何？では、そういうことですので、お引き取りを。大事にしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでんだ。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだよ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何もないんだ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。君らも出て行け。その前に庄野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから庄野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、八神さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど。それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所？さあな。それより今は庄野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。
いらっしゃいませ。さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの庄野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるところ？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。ちょっと聞いてみますね。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。あ、なら悪いからいいです。木戸さん、さっき忙しくしてたから、また出直します。いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんね。でも一応庄野の居場所は分かったな。ええ、案内掲示板か何かあれば。駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが車を止める。3年前に大久保のトラックを止めてたのもここだよ。開発研究棟、ここか。受付の人、異常タンパク質のフロアとか言ってましたけど、この掲示板じゃ細かい場所まではわからないです。これはセンターの付属病院。確かこの4階フロアに枠老人の病室があった。怪しいな。これが現在地だな。センターの受付ロビーだ。これはセキュリティゲート。ここから奥が開発研究棟か。すみません。何か？こちらの女性が庄野のスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私が庄野のところへご案内しますが。いいんですか？ええ。ぜひお願いします。よかった。今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。ありがとう。ではこちらへ。どうも助かります。矢上と言います。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。あ、別にそんな。橋本さんはここではどういう？アドデックナインの開発ユニット所属です。そのユニットリーダーが庄野で、私は一番下っ端ですね。そういえば、アドデックナインってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデックナインか。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドデックナインは期待されているんですよね。
アルツハイマーを治せるって。ええ、日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。そんなに？これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。うえ。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると2050年の認知症患者は1億3500万人。つまりアドデック9が救おうとしているのは全世界の未来なんです。僕らさっき木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こらこら。あちらに小野が。じゃあ私はこれで。小野さん。八神さん、なんでどうやってここに？少しだけお話を伺いたいんです。いや困りますよ、センター長は知らないんですよね。どうされました？一ノ瀬さん。いや、その正野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんたさっきロビーで見たな。私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドデックナインへの政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。正野さんが迷惑がられてます、お引き取りを。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違います。なるほど。正野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷はなんであなた宛てに電話したんです？だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りください。センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。新谷弁護士は殺された後、犯人の手で両目をえぐられていました。それ以前にも神室町で似たような事件が3件起きています。正野さんはその事件のことを知っていますよ。もちろんニュースで見ました。それでも新谷から電話を受けた心当たりは本当に何もない？ありませんよ。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ？センター長、もう帰ったんじゃなかったのか？こそこそ何をやっている？新谷からの電話について話を。正野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣？厚労省の。ああ。
風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの庄野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどうのって話は最近神室町でも聞いた。はい、いつだった。あれは誰と話した時に厚労大臣の名前が。綾部からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を。確か初めはなんで関西の教令会が神室町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい。でこの梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。その交渉相手の一人が厚生労働省の風見大臣。はあ、けど都市開発だったら国土交通省とかじゃねえ。厚労大臣なんてお門違いだろ。何を根回しすることがある。確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね。わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん？杉浦さんですよ。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの。ああ、杉浦の方で何か探るつては。どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる？何か分かったら電話するから。八神さん、僕は一旦事務所に戻りますね。沙織さんからメールが来てました。今服部って記者が押しかけてきてるそうなんで、八神さんに取材したいって。え？新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。僕が代わりに追っ払っておきますよ。星野君は源田事務所の次期エースだな。いやいいですよそういうのは。本当に。ん？僕期待されたり責任重いの嫌なんで。だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるなって。じゃあいつ独り立ちするんだ。ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手で居続けたいんです。それじゃあ。
すいません。ん？
見さん。ああ。嬉しいな。おい。おう。八神さん。
難しいな。これでよし。どうも。いい加減にしろよ。楽しかったでござるよ。八神さんよ。
しばらく寝とけっての。ったく時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろ。楽しかったでござるよ。八神さん、ありがとうございます。
八神さん。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？どう、うまく狙えましたか？移動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？うまく狙えましたか？よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。うまく狙えましたか？自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。やった。
八神さん。気に入った。さあ行くか。あの、ええ、ったく、時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。いい加減にしろよ。お願いね。よし。
れ。もしもし。
たねえ。しばらく寝とけっての。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。決して逃れられない運命なのです。すべては因果のままに。
私はアマネ。ヤガミだ。ヤガミさん、ったく時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。Thank you.
ねえ。ああ。ちょっと何なんだよこら。
ちょっと